はい、エジプト考古学者の河江幸徳です。今回は大人の教養古代エジプト編第3弾になります。今回は上級編です。でそれぞれこの大人の教養クイズって言ったらいいのかなを作ったのはうちのスタッフで、アヌビスとバステトと呼ばれるスタッフが初級、そしてクヌムが中級、そして上級、今回は学問の神の名を呈したスタッフトトシンが、作ってます。現在ドイツでね、研究をしている、わけなんですけれど、トトが作った問題、さあ見ていきましょう。ちなみに超上級というのもね、トトシン作ってるんですけれど、どんな問題になるのか、ね、また楽しみにしておいてください。一般に古代エジプトの考古時代は第6王朝に、衰退期を迎えると言われています。その理由は何ですかと、答えを選んでください。括弧複数回答か、ね、この複数回答かっていうのがちょっとこうなんか引っ掛けっぽいですよね。はい、行こう。1 いきなり出てきたよ、ペピ2世誰だっていうふうに思ってる人がいるかもしれませんけど、名前がいいですね、ペピ2世すみません、どうでもいいんですけど、ペピ2世の後継者問題が起こったと。2、気候変動によってナイル川の増水が、低下し、エジプト、全土的に飢饉が生じたためと。3、首都であったメンフィス以外の地域の統治が困難となったため。4、財政が、圧迫したため。はい、1、2、3、4、どれでしょう、複数回答かということになります。わかるかな、答え全部っていう感じが答えみたいですね。答え全部です。まずね、一つ目のそのペピ2世の後継者問題が起こったというところなんですが、これがそのペピなんですよね。ペピ2世というのは第6王朝第5番目の王で、考古時代の最長とも言われている、実際約60年間の間王として君臨しています。かつては以前はこの王様っていうのは90以上生きたんじゃないかと言われました。94とか、ただその実際にテキストが残っているんですけれど、これヒエラティック古代エジプトの筆記体みたいなもので書かれていて、その数字の6と9がね似ているために、初期が書いた人がちょっと間違って書いたんじゃないかっていうふうなことが言われています。そのために64年ぐらいではないかというのがね、一つの説、定説的なものにはなっています。で彼がただ非常に長生きをしたので、だいたい長生き、王の治世が長いと後継者となる王子が亡くなっていくので、これラムセス2世の時なんかもそうなんですけれど、結局ですね、次の王が即位する間に混乱が起こってしまうんですね。それが、一つ要因になっているのではないかということになります。ちなみにやっぱり今複数の回答になっているんですが、文明のやっぱり凋落というか衰退というか滅ぶ原因っていうのは、かつては何かね、一つ大きな要因原因があってというふうに言われていたんですけれど、今はやっぱり複数のものが複雑にある種絡み合って起こるっていうふうには言われています。日本で流行ったものだと、この時代ではないんですけれど、こういう本ありますよね。私もすごく面白く読んだんですけれど、エリック・クラインっていう歴史の先生が書いた古代グローバル文明の崩壊ということでね、紀元前1177年、一体何が起こったのか世界的にみたいなことが複数な要因で説明されていたりします。この時代はこの1177と同じように言うのであれば、よく4.2キロイベントっていうふうに呼ばれています。紀元前4200年期に起こった出来事、特にこの4.2キロイベントというのは気候変動のことなんかが、言われていたりします。これが先ほどの、2番目のやつかな、気候変動によってナイル川の話ですよね。こちらのところになります。こういったレリーフなんかが残っているわけですね。これ実際にはペピ王の時代よりももう少し新しい、もう少し古いかものになって、今サフラオの時代のものということで、第5王朝時代のものなんですが、以前はこれエジプト人と言われていましたが、最近ではこれベドウィンの人たちではないかっていうふうな
ことも考えられています。でナイル川の、まあ、その低水、まあ、増水によってエジプトというのは非常に豊かな実りある生産物を得ることができたので、ナイル川の増水というのが低くなると、もそれだけでも飢饉に本当に直結していくわけです。でそれがですね、こう環境学というのがあって、それの研究によれば紀元前2200年ぐらいの始まりの頃に実際に干ばつ、いわゆる干ばつですよね、まあ、これが起こったのではないか。それはただ、まあ、このあたりはすごい批判等の議論もあるんですけれど、エジプトのみならず、まあ、ある種非常に他の国々でも世界的に起こったのではないかっていう話になりますね。メソポタミアのアッカドとかね、あと中国の長江下流なんかにも起こったのではないかっていう、そういう話にもなっています。まあ、こういった環境と絡めた研究は少し前までは本当にいろんなところで行われていました。まあ、古代エジプトに関して言っても、まあ、環境、そしてペピオの話、そして続いて出てくるのが先ほど第3番目になっていましたが、まあ、首都であったメンフィス以外の地域の統治が困難となったというその理由、まあ、こういった理由にもよるわけです。これはですね、別の動画でも少しお見せしました。ダグラオアシスというところにあるアンヤシールという、これは、町になってますね、古代の。で、これも広告時代の末期頃の町なんですけど、非常に大きな町で、このすぐそばに巨大な墓も発見されています。で、そこから考えてもですね、あとこの辺りの砂漠の地方の繁栄具合から考えても、当時は非常に地方の豪族が強くなっていき、まあ、ある種エジプト国内で、まあ、群雄割拠といかないまでも中央集権的な勢力というのが第四王朝、クフ王の時代、カフラ王の時代、メンカフラ王の時代なんかに比べるとすごく弱くなっていったのではないかというふうに推察されています。そして、ね、最後の理由なんですけれど、こちらになります。最後の理由ですね、これは財政が圧迫したためというふうなことで都市に、ね、書いて、います。で財政圧迫、この理由なんですけれど、いくつか実際にあってですね、一つはやっぱり官僚、これの台頭になります。この時代は官僚がすごく強くなるんですよ。実際にその力というのは王をある種脅かすような力にもなったのではないかと考えられています。ここはテティ王という王様に仕えていたメレルカという人の墓なんですけれども、でかいです、非常に大きい。そして彼のタイトルというのが本当にうわーっと書いてあるんですけれど、いくつだったかな、タイトルの数ちょっとね、ど忘れしてしまいましたね。20何個だったかな、もっとあったかな、タイトルすごいあるんですよ。それぐらいやはり権力というのが、最小に集中していたということになります。なおかつですね、まあそのためには財務力含めて、まあエジプトのその当時の王というのは自由にはできなかったわけなんですけれど、あと太陽信仰のこれも台頭、官僚が力を持つとともに神官も力を持っていたんですね。でその神官の力があまりにも強くなったために、この時代、広告時代末期にはなんとその神官のボディーガードをしていた人が王を暗殺しようとするという暗殺未遂の事件まで起こっています。私自身がエジプトで最初に発掘をしたのは、サッカラ、ポーランド隊の発掘に参加しました。サッカラの階段ピラミッドの西側、ポーランド隊が発掘していて、カロル・ミシュベックという先生が調査を隊長としてしていました。で、私はまあある種見習いということで当時学生だったんですが、そこの発掘をしていた時に、まあ、いろんな墓とかね、本当に面白いものがたくさん出てきたんですけれど、メレフ・ネベフっていう人の墓、これ広告時代の墓の中でもめちゃくちゃ壁画なんかの色が残っているところで、感動したのを覚えてますね。そういったお墓なんかを見ると、当時これは第六王朝のものだったと思うんですけれど、実際暗殺に関わった人たち の名前とか顔といったらいいのかな、そのレリーフの体の部分とか、そういったものが削られているものなんかが見つかっています。結構いろいろ見つかっています。
まあ、そういったところから考えて、その時代にこれは以前のね動画でも話したポストヒューマスパニッシュメントという死後の罰を実際に食らったというのが分かっているわけです。ということで答え全部、でした。まあ、広告時代がね崩壊したというのは複合的な要因ということで、まあ、ペピオの後継者問題、まあ、長生きしたということで逆に後継者の問題が起こり、まあ、そして気候変動、4.2 キロ、イベントですねが、まあ、世界的に起こり、エジプトもその余波というのを実際に暗いナイル川の、まあ、増水というのがあまり起こらなかった。まあ、そして首都であるメンフィス以外の地域、まあ、地方に群雄割拠する、地方豪族たちが力を、まあ、持っていったっていう話と、まあ、最終的にはそれと同時に内側のところでも官僚であるとか神官が力を持ち、まあ、そういった結果財政が圧迫した。あと財政が圧迫した理由というのはこれはピラミッドを作ったからですね。広告時代なんか本当ピラミッド大きなものを作っていったんですが、あれはある種作って何かを生み出すというようなものでもなくて、まあそこのところに様々な物資というのが貢ぎ物として運ばれてきて、そこから再分配するという役目はあるんですが、ピラミッドそのものが何かを生み出すというようなことではないので、まあ、財政圧迫こういったものにも関わっていったんだろうと、まあ、実際にピラミッドというのはどんどん小規模化していくようにはなるんですけれど、まあ、にもかかわらずやはりピラミッドというこういった巨石建造物作るというのは、まあ、財政にも関わっていたというふうに考えられています。それでは今度は大人の教養第4弾、超超難しい上級編、また、お伝えしたいと思います。はい、ご視聴ありがとうございました。これからもですねどんどん、古代エジプトの良質なコンテンツというのをさまざまな角度から、上げていきたいと思いますので、チャンネル登録、そしていいねボタンよろしくお願いします。